川崎 VS 浦和でございますこちらもまあ相性はそんなにまあしてば直近6試合で3個ドローあるねってぐらいですけど、うん、まあ今季ので言ったらまあ浦和がすごいよねって感じではありますよね。うんうん、川崎13位か今。そうなのよ。<ぁ>ただまさ先日のルバンカップ、はい、秘密相手に川崎って <laughs>、ね、の6得点そうです、ね、ありましたからね。はいはい ちょっと変わってくる部分もあるんじゃないかなと思いますと。うんうん、ただね、正直、あの、これ、まあ、ちょっとメタ的な言い方にもなりますけど、うん、あのー、この試合はちょっと裏は意気込み半端ねえんじゃねえかと僕は思ってます。はい。というのも、あの、この試合をもって、彼ら、裏はの次の試合は、一週間後、ACL です。出ました。決勝。出ました。まずはアウェイから。ですね。ね。だ、そこで、 ちょっと負けていくなんてのは。いや、そうだね。まあ、もちろんね、川崎はもちろんすごいと思う。ひょっとしたら、そっちの日程の兼ね合いで、このメンバーにスタメンに影響出るみたいなことある多少あるかもしれない。ちょっと温存するみたいな。いやー、でもどうだろうね、普通に行くんじゃないですか、ある程度は。そううん、一週間。ああ、一週間空くのか。あ、これはね。じゃあ、じゃあ大丈夫だね。 うんだ大丈夫だと思います、ねうんうん。怪我すんなよとは言われてくるだろうけどね。<laughs> ああ逆に川崎、相手は怪我怖がってる可能性があるから、ガシだよね。っていうのもあるのかしらう、ね、どうなんだろう まあだからここがだから川崎としては今の浦和に、やっぱり勝てるとか、いわゆるすごい前線できましたってことがあれば、不調というよりも関係にそうですね。なんで浦和としてもやっぱ川崎相手に、あの、ある程度以上のことができましたってなったら、もういい結果としてやっぱり ACL 望める感じになるでしょうから、やっぱりちょっと今週末一番見どころがあるのはここになるんじゃないかなっていうのもあるかなと思っております。はい